長野公園は、大阪府河内長野市にある、大阪府への都市公園である。長野公園から、河内長野市以外の長目公園敷地は、河内長野市内の奥河内桜公園、奥河内アジサイ公園、奥河内南港の里、奥河内もみじ公園、奥河内山のキャンプの森の5カ所に点在している都市公園である。これらを総じて、長野公園とし、一括して、 大阪府営長野公園管理事務所がとして管理している。公園面積は5地区合わせて46.3ヘクタール。各公園の名称は2013年2月27日に愛称として決定したもので、正式には長野地区、河合寺地区、関心寺、丸山地区、延命寺地区、天野山地区として管理されている。よって単に長野公園というと、 長野地区の桜公園を意味することもある。1908年に大阪高野鉄道が乗客誘致のために開設した長野遊園が原型である。天の山金剛寺や関心寺、長野温泉と共に観光地として売り出した。当時は遊園地として開園しており、初期の観覧車などが存在した。1951年には大阪笛の長野公園となって開園した。 奥河内桜公園緑の広場長野地区として管理されている。小高い丘に位置しており、公園入り口付近には管理事務所があり、レンタサイクルを行っている。階段を登った先にある緑の広場は桜の名所として知られており、特に染メイヨやしだれ桜の夜桜が有名である。長野公園で唯一の平坦な空間であり、 売店などがあるほかバーベキュー広場としても利用できる。緑の広場を取り囲むように位置する朱塗りの回廊風展望休憩所はかつての長野遊園の面影を残しており眺めが良く河内長野市街を一望することができる。また隣接した位置に児童遊戯場もあり一般遊具や幼児向け遊具がある。緑の広場からさらに階段を登った先には 奥河内アジサイ公園には劣るが、アジサイ園があるほか、山頂付近に展望台があり、園内はもちろん混合山系の山々を眺めることができる。アジサイ公園休憩所河井寺地区として管理されている。南河内地,地域において、アジサイの名所として知られている。アジサイ園には5000本ものアジサイが植えられている。公園内には河井寺があるが、 一般には解放されておらず立ち入ることはできない。その横から伸びる沿路を登ると、特徴的な構造の展望台がある。関心寺、丸山地区として管理されている。関心寺の周辺に広がっており、沿路はハイキングコースとなっている。途中に円形の展望台がある。もみじ公園水田地延明寺地区として管理されている。延明寺の周辺に広がり、 南河内地,地域において、有数のモミジの名所として知られる。樹齢千年余りの赤章の替では、大阪府の天然記念物に指定されている。延命寺から階段を上った先には、蓮池があり、夏季は千住暮れないの蓮、秋季は周辺の紅葉が見どころとなっている。さらに上層には赤白の水蓮池がある。園路の途中には2カ所に休憩所が設置されている。 天野キャンプの森展望台、天野山地区として管理されている。天野山に沿って森林が広がり、また、キャンプ場も2歳と設置されている。なお、キャンプ場は、事前予約が必要である。公園内には、児童遊戯場があるほか、沿路の途中には二層式の展望台があり、天野山などの山々を一望できる。隣接している、天野山金剛寺や、 すだれ資料館は公園に囲まれた構造になっており、また一部で、天の街道が通っている。大阪府営長野公園管理事務所、河内長野市末広町581-1。ありがとうございます。